はい、皆さんこんにちは。今日は前回下見の動画を撮りに来て、ちょっと人が多くて撮影できなかった別段キャンプ場に来ました。今日平日でですね、今15時なんですけど、誰もいません。管理人の方が一人いらっしゃるだけ。もしかしたらカンソロ、初カンソロのキャンプになるかもしれません。楽しみです。今からちょっと荷物を下ろして設営をします。なんかおかしいなと思ったらペグが抜けてました。なのでちょっと三蔵のエリステでいきます。うわー倒れた。はい、今設営が終わったんですけど、下がですね結構ふかふかの土で、この天幕 の、 あの標準の ペグがですね全然効かなくて浮いてくるんですよね。なのでエリステステーク、エリステの38センチやったかなをペグダウンしたら、うん、しっかり止まりました。こじチャンネル。はい、設営が終わりました。恒例の三ツ矢サイダーを飲みたいと思うんですけど、なんと今日氷を買ってくるのを忘れました。まあよくある忘れ物ですね。あ、でもクーラーボックスで冷えてたんで。しっかり冷たいです。
Thank you.